しょうがねえな。ケイキチ、何してんの？バカねえ。だって母ちゃん、今日はダメだよ。そうね、この風じゃね。じゃあまた今度風のない日にね。母ちゃん、どっか行くの？どこにも行きゃしないよ。ケイキチ、おいで。ありがたくもないお掃除だけれど、はい。うん、遊んでくるんですよ。うん。お兄ちゃん。おい、小僧、お使いか？あら、おじちゃんだわ。遅いのね。お土産よ。あ、お土産か。おじちゃん、うっかりしてきたな。まあ、かわいそうに。ねえ、れいちゃん、楽しみに待っていたのにね。おじちゃん、いつ来るの？いつ来るのってね。水臭いおじちゃん。それどころじゃないんだよ、こっちは。どうしたの？散々乗っていたらくさ。うまくなかったの？落ち目さ。落ち目って？ギリアスでとうとう80円台割れてきやがって。お手上げさ。母ちゃん。何？さっきの金つばがあるでしょ。ね、あっち行って食べてらっしゃい。ね、いい子だからおとなしくするのよ。ああ。あんたあんまり焦るからよ。ん？まあ、みっともないこと。世も末だな。今度ハンダースほどカバンの中入れといてあげるわ。いや。もうその心配もいらんよ。どうして？アパートの方を引き払おうかと思うんだ。え？経済が二重だしね。そうよ、そうなさいよ。そりゃあんた、今のまんまじゃ不経済だわ。ねえ、それに越したことないわ。ね。しかし、ここは少し乗り物の便が悪いかな。あら、それぐらいのことあんた我慢しなくっちゃ。ね、そうしましょうよ。ね。しかし。しかしだなんて何も考えたことないじゃないの。ね。マスオ、マスオ、ばあちゃん呼んでるよ。はい。ご飯だよ。ああ。よしもできたぞ。はい。ベンちゃん。
逃げちゃった。つまんねえな。ただあきくん、学校行こう。あ、行こう。またスズメかい。うん。取れたかい。うん、取れたよ。嘘だろ。ほんとだい。帰りに見せてやるぞ。よし、ほんとだな。うん。あなた、どこにいるんですの？あなた、何してらしたの？冷めちまいますよ。かわいそうなこった。え？かわいそうって、何が？俺がいるんでさ。どうして？おかしな人。あたし、ちっとも苦労だなんて思ってはしないわよ。かわいそうだなって、うん、お前じゃないよ、小僧さん。え？あいつは俺がいちゃダメだ、ダメにならないよ。どうしなさいよ、朝っぱらから変なことなんか。俺こそ朝っぱらから腐るじゃないか。どうして？言ってみろよ、小僧のやつ、俺が邪魔なんだろう。変にいじけたすを作ったりなんかして、大の男が子供に邪魔な扱いにされちゃ居心地が悪いからな。で、どうするって言うの？どうするって、俺が姿を見せないのが一番いいだろ。俺はただ、景気ってやつが変にいじけた真似をするのが尺に触ったり、またバカにかわいそうになったりするんだ。泣き虫。ちょっとどうかすると奉公人みたいな泣き方をしてさ。どうしてそうなんだろうね。おじさんだって可愛がれないじゃないか。さっさとお顔を洗い。いいかい、おばさんがお家のことなんか聞いても分かんない分かんないって言っとくんだよ。お前はバカなところがあるからすぐおしゃべりをしてしまいそうだけれども、いい、分かった。ああ、ああって、あんた本当にお返事をしてんの？うん。おひろちゃん、いる？いる？いないのかしら。ああ、姉さんいらっしゃい。いないのかと思ったわ。
こぶつけてごにゅうらか。相変わらずさ、おばさんにこんにちは忘れたの。どうも乾きが遅くなったね。お隣の秋島で侵入さ。勘蔵さんは？ええ、お天気がいいもんだからのこのこ出てったの。あ、そう。こんな日にはお得意さんのご機嫌もいいだろうってね。やなっちゃうわ、売れもしない小説家なんて。そうね、何商売もみんな同じね。旗で見てるといいよ。でもね、まったくね。あ、ケイちゃん、バット一つ。きちっと閉めていくのよ。しようがない、あれば愚痴ばっかしね。お茶でも入れましょうかね。あんまり構わないでよね。大丈夫よ、構えたくたって。おやおや、珍しい。ガスも電気もご健在ね。こいしょ、バカにしたもんじゃないわ。へえ、この間ちょっとした大金が入ってさ。へえ、いつのことそれ。え、先月よ。うーん、久しぶりで合流しちゃったけど、100や200のお金なんかあっけないわ。へえ、しょうがないな。ああ。世話が焼ける。あのね。え？またお願いがあるんだけれどね。なあに？慶吉のことなんだけれど、ねえ、どうしたの？故障してんのよ、変なガス。でね、私今度喫茶店を開くことになってね。で、ここ1週間ばかし、うちのことなんか構っていられないのよ。そっちの方のこといろいろしなくちゃならないでしょ。ねえ、ほんの1週間ばかしなのよ。ケイキチは預かってほしいの。またお店開いたらあんたにも手伝いに来てもらえるし。今さら方便につけて私がお紅茶運びでもないでしょ。姉さんの話当てになったわよ。しようがないのね。当たり前。でも今度は本当なのよ。ねえ、たった1週間よ。知らない。ねえ、預かってよ。ケイちゃん、おい、ケイちゃん、母さん一緒か？ああ。お使いか？うん。一本くれ。うん、うん。おじさん歩いてきたの？うん。遠いところ？いろんなとこだよ。面白かった？面白いもんか。どこ行ったってお入り前でおじさんの入ってく余地なんかちっともありゃしないよ。へえ。割引までまでは少んだろ。うまいこと言うな。腹が減って割引まで待てやせんよ。そんなに待ったらミイラになっちゃうよ。下手なやつだな。貸してごらん。はい、やった。さあやろう。
おじさんやるかい、うん、ずるいな、大人のくせに。ずるいぞ、おじさん。何言ってんだよ、そうやろう。よし、やろう。ぜーん、ほら、おじさん、これ置いてくるよ。あ、しまった、出ちゃった。しょうがねえな。しょうがねえな。さあ、いいか、進行、ほら。まあ、何してるのかと思ったら、バカみたいに。およしなさいよ。お前もしょうがないね。ああ、なんて何さ、みっともないじゃないの。ねえ、どうだったの？え？一つぐらい売れそう？尺に触る話さ、三つともダメなんだよ。第一、見てくれないから話にならんよ。どうせそんなことでしょ。どうせとは何だ。見てくれりゃな。なあ、お前、このキリギリス夫人だって、履歴のある人生だって、相当の傑作ばっかりだぞ。私に力んだって始まんないわよ。雑誌屋で力めばいいのに、肝心のところじゃ体らしなく伝わるんでしょ。バカ、これでも悪戦苦闘してんだぞ。知らない。あ、ねえ、あんた、ん、姉さんがまたケーキちゃん預かってくれって、一週間だけって言うんだけど、姉さんの当てになんなのよ。今度のやつが邪魔にするんだろ。無理はないよ。同情すんの？だって迷惑なのは私よ。私あんたに相談してからって言ったの。だから、うまく断ってちょうだいよ。だって、お前の姉さんじゃないか。だって困るじゃない、あんた。そんな水臭いこと言うなよ。ええ、私だってしたくないわ。あんたさえもっと稼いでくれて、うちが楽だったら私、喜んで世話するわ。みんなあんたがぼやぼやしてっからよ。あんた、うん、私がいたんじゃまずいからさ、一人で行って、なんとかうまく断ってちょうだいよ。ね、しっかりよ。どうしたんだろうね。ずいぶん伸びてたんだね。母ちゃん、うん、僕びっくりしたんだよ。何やさ、女の人がね、爪を真っ赤にしてたんだよ。爪のお化粧だよ。ちっ、おかしいや。よう、来てたね。お邪魔してましたよ。無理だろ、ちょっとだ。どうも、不景気で弱ったよ。お互い様にね。あ、すみません。いや、まったく僕んとこなんか親御さんにようやく生きていくだけみたいだよ。でもいいわ、あんたんとこなんかさ、親子三人水入らずで、私んとこなんかまあまあ、不幸ばっかり生きがいなんかありゃしない。同情してほしいわ。あ、タバコ？いやいや、ありますよ。いやいや、いいんですよ。まだあるわよ。ねえ、今もね、ひろこさんに頼んでたんだけれど、ひろこさんに会って。ああ、そこでお聞きになって。ああねえ、助けると思ってお願いしますわ。ねえ、ねえ、ああ、ねえ、あ、いいよ。まあ、よかった、頼みます。ああ、いいですよ。うちの信仰も相手ができて喜ぶでしょう。あ、金ちゃん、お、帰ってきたのかしら。Hey!
手、お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 手。なんだ、警部か。何してんだ。だっておじちゃん、お腹が空いちゃったよ。ああ、そうか。おじさんとか夜仕事するんで朝寝坊だからな。よしよし。おい、きなこ。おい、ケーキちゃん、俺たちのように朝昼倦怠ではかわいそうだよ。起きて飯炊いてやるよ。ケーキちゃん、あんたの責任よ。あんたもご飯炊いておやんなさい。まだ怒ってんのか。当たり前よ。おい、大きな声出すなよ。みっともないじゃないか。あんな人誰しな。自分の勝手な時ばかし子供預けてさ。あんたが舐められてるからよ。おい、ケーキが片付くまでうちのこと何も構わないから。しょうがねえな。おい、絶対に構わないから。何してんだよ。おじさん、これ着物ね。うん、うん。どうすんの。洗濯屋に持ってくんだよ。いいお天気ですな。ああ、ハイキング日和ですな。さよならすな。おじさん、あの洗濯屋。いやいや、違う違う。じゃあ、なんて洗濯おい、姉さん、お茶をくれ。はい、おきみさん、お茶だってさ。はい、ちょっと待ってね。はよ、はよ、おはよう。相変わらず早いわね。おじさん、ん、おはようなんておかしいやね。うん。おい、警部。ん？おじさんとか寝坊で困るだろ。ん？うん。警部、おじさんとこよりも菅子姉ちゃんか蓮子姉ちゃんのとこの方がいいぜ。お前どっちが好きだい？なんかおばちゃん好きだな。そうか。菅子さんもいいが、今会社へ出てるな。なあ警部。ん？蓮子ちゃんとこ行ってみようよ。いいぞ、あそこは空気がいいや。校内でな。腹っぱあるし。おかわりするか。よし、どんどん食え。おい。はい。ケボ。ん？今回はいいな。うん。ほら、ケボ。蓮子ちゃんとかハイカラでいいだろ。うん。はあ、おお、ケボ、犬好きだろ。うん。はあ、豪勢な友達がいるぞ。いいだろ。はあ、ほら、出発。よし、よし、よし。
よう、しばらく。いや、すごいね、君。大したもんだね。これは随分高いだろうね。1000円ぐらいするだろうな。あら、いらっしゃい。いや、すごい景気だね。あら、あれ、借りてきたのよ。え？ほら、これよ。あ、そうか。そうだろうな。ねえ、買ってちょうだいよ。売り上げの1割を献金するんだからさ。ああ、考えたね。ずいぶん合意してると思って楽しく思ったよ。本当にびっくりしちゃうわ。すごい合意よ。でも、ちょうどいいとこに来てくれたわ。あ、いやね、実は。あ、ケイちゃん一緒？ピクニック？いいケーキね。頼もしいわ。私行こうと思ってたのよ。あんたんとこか、スナコお姉ちゃんとこ。え？何しに？分かってんじゃないの。でもせっかく行ったあべこべに足代だけ損するとつまんないし、どうしようかなと思ってたの。ちょうどいいわ。ねえ、おわりよ。うんうん。あ、ケイちゃんも。あんた足起こった？ああ、もうすぐだよ。ねえ、お上がりよ。警部、また後で来ようか。うん。な。あら、帰っちゃうの？うん、また来るよ。そう？あの、実は、泣いちゃってんのよ。ねえねえねえ、絵の具代だけは断然無理しちゃってるんだけど、ガスが切られちゃったのよ。ガスならまだ炭っていう手があるからへっちゃらだけど、今日からす電灯が切られる番なのよ。会社から宣告のハガキが来たのよ。絵の方は昼だけだから構わないようなもんだけど、真っ暗じゃ、ほら近所にみっともないでしょ。そうだな。いっそのこと灯火管制が半年ほど続くといいんだわ。うん。ねえねえねえ、ね、いくらか持ってる？いくらぐらいだよ。水気分なの。でもみんな払って損だから一月分だけ払うのよ。そんなこと私うまいものよ。世話女房になったな。好きで一緒になったんだもの。うちなんて言わないわ。のろけられたりたがられたりか。1円50銭でいいのよ。しめしめ、あなた救世主現れたわよ。ほら。いや、どうもすまんな。いや、あなたタバコもらいたいんじゃない？いいよ、いいんだよ。そう？警部、帰ろうか。うん、お上がりよ。あ、いやいや、また来るよ。また来るわね。じゃ失敬するよ。そう？おじさん、今度はどこ行くの？うん、うん。純の流木、なかなか評判がいいね。うん、大々と客観的に組み打ちできなかったところを食べ流しでこう巧みにやってるんだね。うん、珍しくお揃いで、好感が揃うと僕も力強いですよ。うまいね。ところで、来月分にはぜひ一つ書いてくださいね。いや、それは書けないんだ。で、実は今日断りに来たんだよ。そいつは困ったな。これ以上は強制労働だよ、君。困ったなぁ。一体君いくつ書いてるんだい？雑誌が7つに新聞だからね。そうかい、新聞があるんじゃなぁ。どうも売れっ子は白状で困る。といって人気のないもんじゃ雑誌が売れんし。ねえ、助けてくださいよ。まずダメだね。男には白状なんだから。片山さんはいかがです？許してもらいたいね。こりゃ八方塞がりか。よう、しばらく。どうした？ああ、相変わらずの売り込みさ。やみつきでね、商売買いもできないんだよ。そうか。おせっかいだが一つ僕頼んでみよう。あ、よかった。
ちょっと高田さん。何ですか。あなたにぜひ一つお願いがあるんですが、ちょっとすみません、来てください。何ですか。ちょっと。高田さんとは同人雑誌時代のお友達だそうですね。ええ、お持ちの原稿を見せていただきましょう。あ、お願いします。あ、君、谷口博士の原稿はまだかね。あ、明日必ず。確かだね。あのこの類歴のある人生が一番自信のない方じゃないんです。まああるんですな。それからこのキリギリス夫人というのはある意味で女の持っている一種の何と言ったら適切かな、政治的な反面を公式的にこう。君やっと捕まえたね。苦労させられますよ。普通の方は間に合わせますからね。ああ舞台は4時まで暇なのよ。ああそう、じゃあよろしくお願いします。あとにかく読んでおきましょう。君これ車代。いえいえ、いいんです。読んでいただいて雑誌に載るような作品でしたらその時に。いいじゃないか、取っときたまえよ。せっかくの君好意だからさ。いえいえ、本当にいいんです。いらないんですよ。それじゃあんまり悪しいですから。高田君によろしくおっしゃってください。いいじゃないか、取っときたまえよ。いや、それじゃあ僕困るんですよ。いや、僕も困るんだからさ。いや、本当に困るんです。本当に困るんです。ありがとうございました。おい、あんちゃん。はい、さあ、一杯やろう。いや、これはどん。はい、どん。はい、お願いします。はい。お手持ちは3本。はい。いや、もう一つ。はい。お、帽子がどうしたんだい。はい。はい、そのノイプレが気に入った。まあ、これでやれ。いや、もう行こうじゃん。そうか。どうしたんだよ。どうしたんだよ。はい。おい、飲むよ。いや、もう結構ですよ。結構？あー、すげえ。やる、だから。ああ、しきしき。おい、おかわり。どんどん持ってこよう、どんどん。おい、どんどんつける。大丈夫ですか、旦那。大丈夫だよ。あるんだよ。あるんだよ。お手持ち3本。そんな意味で言ったんじゃありませんよ。やるな、旦那。どうぞこちらへ。お調子。お手持ちおかわり。だらしやねえや、松山勘次郎。ついにだらしやがるか。おい、酒だ酒だ。どんどん持ってこい。ああ、かかわよせがれよ、この父に泣けか。危ないですよ、旦那。どこへ行くんですか。で、便所は持ってこられねえからな。清さん、旦那危ないよ。おじさんがやってやろう。な、ほら、歌ってやろう。風と波とに誘われて
おい、どこだよ、ここは。困るわね。おい、どこだよ、ここは。開けてくれよ。高い声出してみってもないじゃないの、うん、今自分、うん、偉そうに。うちに来なかったか。誰が。いや、誰か。誰も来ません。おかしいな。何が。いやいや、別に。おかしいなあ。あなた、うん、姉ちゃんどう言ってて、金吉を連れてったら。え、どうってしょうがないやん。そりゃ自分の産んだ子だものね。はあ、腹臭い。どこで飲んできたの。心配するな。金もねえのに気の利いたとこ行けるか。焼き豚屋のお酒なんか毒よ。頭が悪くなるわ。それでなくてもあんまり大した小説も書けないくせに。小僧、うまいこと火が起こったか。うん、
怒らんのか小僧、下手くそだな。小僧は随分無口だな。うん、おじさん、僕ケーキってね、言うんだよ。ああ、ああ、そうそう、ケーキち傾向だったな。あ、こらこら、商売道具で火を吹くやつがあるか。ああ、またやっちゃ壊れたね。うん、少々狂ってもこの先生が吹けばじき直ってしまうんだよ。蓮子さん、まあ、いやだ、肝臓さんだわ。いや、まだ寝てんのかと思ったよ。まさか、なんだか声が似てると思ったけど、こんな早く来る気遣いはないし、私、伝統屋さんだと思ってたね。ごめんなさい。なんで、まだ伝統屋さんが怖いのかい。うん、昨日あんたにもらったお金、お蕎麦屋さんに横領されちゃったの。うん、私、持ってないと平気で断れるんだけど、持ってると気が引けて頑張れないのよ。うん、やっぱり苦労が足らないのね。当分イルスさんですよ。あら、ダメじゃないの、大きな声出しちゃ。ああ、苦しい。いや、道場は辛いですよ。あるある。いやいや、ギザが2枚と、あと酔っ払いがザラザラしてるだけだよ。しずくんも同じか。今日は何時に来たの？あ、そうそう、実は昨日帰りにね、ケーキのやつがどっか行っちゃって探し回ってるんだよ。あ、それはもうちゃんとお家帰ってるわよ。いや、様子を伺ってきたんだけども、まだ帰ってないらしいんだよ。あら、こんにちは。あら、こんにちは。あなた、こんにちは。小僧、うんと食べろよ。うん、腹をこしらえてからその酔っ払いのおじさんとこに帰ればいいやな。渋谷の駅まで行きゃ分かるんだろう。うん、昼はどうせ遊びだ、送ってやるぞ。うん、石川県か。今年は柿のなり年かな。小僧、
国はどこだ？え？どこで生まれた？東京。ああ、江戸っ子か。あざか。木登りをしおって怪我でもせにゃええが、小僧いくつだな？11。うん、一つ上か。それどこ来んの？うん、これか。ぼつぼつ雪が降るで、せがれのジャケツをな。これで国の神さんも安心だ。になったのか。なんだ、おかしなやつだな。ああ、そうそう。なんだったっけかな。ああ、慶吉。慶公はよっぽど小僧と呼ばれるのは嫌いらしいな。うん？おい、慶公、どうした？なんだ、泣くんじゃないよ。うん？おい、男の子じゃないか。育児なしだな。ダメだほら。お、返しちまった。ほら、富士山が見えるぞ。見えるだろう？うん？あ、気を大きく持つんだ。うん？泣くやつは男じゃないぞ。うん？おい、え？ねえ、泣きたくても泣かないのが男なんだよ。え？わしたちみたいな下っ端人間は泣きたいことばっかしなんだ。うん？だがみんな我慢するんだよ。男だからね。うん？泣きたいときはええくそっと歌でも歌うんだ。いいか？な、あ、おじさんがいい歌教えてやるぞ。いいか。泣きたいことなんかケロッと忘れてしまうんだな。ほら、皮膚きだけがこんないい音を出すぞ。なんだ、また泣いてるのか。笑ってんのかおい。え、さあ上行こうね。箱根の山は天下の剣って言うんだぞ。
レコ、うまくなったな。うん。魔女の山。ほら、おじさん。富士山が見えるよ。うん。ほら、富士山が。見えるだろう。ただいま。あら、また来たよ。一人で来たの？うん。母さんと？うん。誰とさ？尺八のおじさん。え？誰とだって？誰さん、言ってごらん。どうしたの？さあ、おいで。言ったらいいだろ。誰とさ。変な子ね。すぐ黙りこくって。その顔、死んだお父さんにそっくりだ。かわがらなの当たり前だよ。知らない？お前みたいな子。おいおいおい。お前があんまりガミガミ言うからいけないんだよな、警部。だっておじさん、うん、お酒飲んで僕を残しちゃったんだもん。どうしようで。余計なこと言うんじゃないよ。いや、あんた黙って。それから僕、それから社会人付近のおじさんに連れてかれたの。まあ、警部、おじさんいいもの買ってやろう。ほら、そんなお金あったらうちの子供にシャツを買ってやりますよ。警部、警部って何ですか。弱みがあるんでしょ。おっしゃ、うざ、なんでって、うざい、もう一度言ってもらえません。でもね、そりゃもちろん砂漠姉さんがだらしがないのさ。だけど女ってものは30になったって、あんたの言うようなそんな分別なんかつかないと思うわ。母性愛なんていうものはなくなっちゃうのかね。母性愛冗談じゃないわ。どうして？そういうことはあんたみたいにご亭主のある人の言うことさ。へえ。おやおや、独り者のくせしてよく三十女の気持ちがお分かりになりますね。分かるも分からないも本当のことよ。身につまされる。しっかりしてちょうだい。蓮子ちゃんだってそうだわ。たった17だけどあんなになって、子供のくせにいっぱし女房気取りでさ。一番あんたをバカにしてるくらいよ。へえ、私をバカに？いつ会ったの？この前の日曜だったかな。まるっきり変わってしまってね。苦労はしてるらしいけど、独り者の私の方がよっぽど羨ましかったわよ。あんただってレンちゃん羨ましがってないで結婚したらいいじゃないの。私は私よ。塔が立ったらおしまいよ。三人のいい見本がありますから、せいぜい利口に立ち回るわ。バカ。お上がり。やっぱり私が四人のうちで一番貧乏性かもしれないわね。そうでも。いや、そうよ。酒飲みでブラブラした亭主抱えてさ、おまけにぼんやりした子供までぶら下げてて。ああ、嫌だわ。急にセンチになったりして。なるわよ。ああ、もう嫌だ、こんなもの。ああ、そうよ。そんなことコツコツやるから、蓮子ちゃんにバカにされるのよ。そうだわね。私も一生に一度でいいから、あんたみたいに自分で月給取ってさ、安香水でもいいから、こう、パラパラっと振りかけてみたいよ、本当に。気に行くね。うん、そんなんじゃないけどさ。つくづく亭主ってものを持ってみて、女の利口さ加減がよく分かったのよ。はい、匂い。だって松山さんはあれで芯はしっかりしてるわ。どうだか。あんた、牛肉買ってきてくれた？うん、10銭上がったぞ。あら、そう？いつもよ。あ、帰ろ。やっぱり思い出した？まさか。あれでも遅く帰ると亭主らしく怒るんだからね。ごちそうさま。じゃあケイちゃん頼んだわよ。うん、いいわ。あら、いないわ。本当だ。ケイちゃん。
やだよ、本当に。あの子には大ロマヤキがあるんだからね。手が悪いからね。どこ行っちゃったんだろう。あ、ケイちゃん。あんた何してたの？え？北斗七星見てたの。寒くない？うん。おとなしくすんのよ。うん。にもちょうだい。けいちゃん、うん、きっと誰が好き？よう、誰？言ってごらん。母さん。え？母さん。ちゃん誰が好き？よ。誰にしようかな。なんだ。びっくりするじゃないの。寝込みを襲わないと。はい、キングだなんてやれられると困るんですもん。お入りよ。いいの？なぜ？ああ、お客様よ。いい人？うん。まあ、珍しい。馬鹿にしてる。だから不良少女だっていうのさ。どっちが不良さ。入ってもいいの？どうぞ。ごめんなさい。なんだ、けいちゃんか。ひなちゃんは片人だ。そう変ばって言うんだろ。この頃はやっぱり、おそらちゃんみたいなのが良くなった。だんだんくたびれちゃった。貧乏でね。よ、助けてちょうだいよ。私んとこ救済所じゃないわ。けいちゃんやら、あんたやら。けいちゃんの件なら私、貞子姉ちゃんに掛け合ってやるわ。掛け合ってくれる？ああ、いくらでも。え？その代わり、私の方にも融通してよね。いくらでも。かっしゃねえ。やらざるを得ないのよ。かなわない。ララ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 ラ
どうしたの？お兄ちゃん。あら、あんたたちなの？ひろこ姉さんがね、警部を連れて様子見てこいって言うんですもの。そう。じゃあ、ケーキ置いてったらいいでしょ。何も様子なんかあんたたちに話すことないわ。怒ったの？怒ってはしないけどさ、兄弟がいもないね。姉さんこそ湯上がりかなんかでのんびりしてさ、自分の子供妹の所帯預けっぱなしで。もういいわよ。ほっといてよ。言うだけ言わなきゃ。何とでもおっしゃい。ええ、言うわよ。ケイちゃんは夕べは私んとこで泊まるし、その前の晩は尺八吹きの世話になったり、ひろこ姉さんとこだって夫婦喧嘩まで追っ始めたりしたのよ。そんなに邪魔な子だったら個人にでもやったらいいでしょ。もういいわよ。よかないわよ。こんにちは。こんにちは。ねえ、帰りましょうってば、帰りましょうよ。こんにちは。ああ、すいません。うるさいで。お前、母さんを苦しめりゃいい心持ちなんだろ。そうなんでしょ。兄ちゃんだ。バカ、おじさんじゃないか。おじさんだい。どっち行ったよ。おじちゃんだい。パパ来たよ。バカ。うるさいね。表行って遊んどいで。兄ちゃんのバカ。ねえ、薬取ってちょうだい。引き出しのあなた、
くよくよしたって仕方がないじゃありませんか。何をそんなに考えているのねえ。ああ、一つ曲がると何もかもだ。でもさ、みんないいようにと思ってしたことなんですもの。仕方がないじゃありませんか。ねえ。また出直せばいいじゃありませんか。これからよ、ね。元気を出してよ、ね。深いな。君、はい。小遣い部屋へ行きなさい。お疲れ様でした。本当にすみません。何？ケイちゃん来ちゃった。なあに？母ちゃん。あのね。母さんね。しばらくの間なんだけれど。九州へ行かなくちゃならないの。おじさん、ご商売がダメになってね、とても大変なのよ。それで、少しの間なんだけれど、この手紙を持ってね、ひろこおばさんのところに行ってるの。僕？うん。しんちゃんの、お守りをしてあげてね。少しの間だから、おとなしくして待ってらっしゃい。分かった。今度はケイちゃん連れて行くことできないのよ。ね。どうよ。あ、遠いの。でも母さんすぐ帰ってくるからね。この手紙大切なのよ。いい？
てもいいの。母さんもそう言ったらいいもの食ってあげよう。ね？学校。学校またお休みするの？そう。でも、おばさんと相談して、あの辺の学校行くようにしてもいいでしょ？ね？ね？帰れって言えない？帰れって言ったかい？え？うん、言わないけど。それごらん、大丈夫よ、ね。それに肝臓じさんはひーちゃんと仲良しだもの、ね。箱根の山は天下の剣、函谷関門ものならず、馬上の山世人の谷、前にそびえ尻へに誘う、雲は山を巡り、霧は谷を。